はい、よろしくお願いします。皆さん、サンタさんのスタイル、スタイルですけれども、あの、これは自分で選んだんですか、どうでしょう。いや、用意していただいて、あ、そうですか。でも、来た感じはいかがです。なんか、あ、クリスマスだ、そういえばもうすぐねえ、はい、なんかすごい忘れて、12月ってこともう忘れてました。あ、なんでなんで、なんか多分バタバタしてたりするからさ、ね、年末だったなって、うん、やっと実感が湧きましたね。皆さんはどうなんですか、それぞれサンタさんの格好で。そうですね、私たちよくコスプレしてるので、このシーズンになるとこのサンタだなっていう。そうですね、でも初めてだよね、今年第一弾で言って本当に嬉しいですね。嬉しいですか。今年初ですね。でもやっぱりね、この格好すると誰かに見せたいなとかって、そういう気持ちにはなりません？なりますね。やっぱりこうそれぞれあの、なんだろう、個性を生かしてなんか衣装とかも選んでもらっているので、ぜひね、ファンの皆さんにもそうですけど、たくさんの方に見ていただきたいですね。ファンですか？はい、そうです。特定が誰かっていうのはないんですか？どうですかね、どうでしょう、坂口さんどうですか？あの、事務所の社長に私成長したよっていうのを、はい、10代の頃から見てもらってるんで、成長して主演でやらせていただいて、なんか私だけ白い衣装っていうのを、はい、事務所の社長に見てもらいたい。さて、今クリスマスの話も出ましたけど、クリスマスは、あ、どんな予定なんでしょう、誰かと過ごしたいとか予定はあるんですか。皆さんどうでしょう、さやさんから、はい、私は舞台の稽古がガッツリ入ってますね。寂しいですね。どうですか。あの、最初予定が、あの、仕事が入ってたんですけど、ちょっとなくなっちゃって、クリスマスだけ2日間丸空きなんですけど、やることないんですけど、どうしたらいいですか。あら、だってそれは決まってるじゃないですか、デート。したいですけど、だって怒られちゃうから。え、デート、マネージャーさんが怒るからデートできない。あ、そっか、そっか、皆さんはデートダメなの。ダメって言われました。言われたの、あら、そう、いかがです、クリスマスは。私、そうですね、お仕事がちょっとあるんですけど、それ以外の時間空いてるので、その時間を友達と過ごそうかなって。お友達って、あの、あの、特定の人がいないので、あの、女子会か、あの、ゲイの友達と。ゲイ、ゲイの友達楽しくなりそうですね。そうですね、まだ大体そんな感じですね。ねえ、楽しそう。坂口さんは？私は毎年親友と一緒にあのクリスマスパーティーやってるんですけど、今年もやるんですけど、の前にあの舞台の稽古が多分あるんで、はい、あの、クリスマス、はい、寂しいですね。寂しいですね。デートすると怒られます？怒はしないですけど、はい、ねえ、そうですよね。あの方とデートってのはどうなっております？あの、予定は本当になくて、あの、会ってないんで、まず最近はちょっと、あの、お互い本当に忙しくて、今年末っていう。あ、そうなんですか。あら、そうですか。予定がない。じゃあクリスマスは？あ、私ちょうどその24、25って、はい、あの、親友の結婚式が LA であるんですけど。あ、そうだ、クリスマスイブとクリスマスがそこにあるので、なんか機内にいると思います。でもなんかちょっとデートしたかったですね。デートしても大丈夫。私はあの、そうですね、もういい年なんで大丈夫かな。特定の人は？特定の人はね、今いないんですよ。ちょうどあの、岸あすかちゃんと同じ事務所で、彼女はまだ新人グラビアアイドルなので。すごいね、厳しいんだよね。事務所のこうガードみたいなのが厳しいんですけど、私はち
ちょっと最近自由にやらせてもらってます。いいですね。じゃあ募集中。募集中なんですよ。誰かお願いします。